Bonjour、YouTube、アイボーの皆さん、こんにちは、パトリック、そして、ザ・グレート。Bonjour、サイアナ・グレート。だいぶ疲れてないですよ。いや、全然いいです。僕は疲れてます。めちゃくちゃやられた。大丈夫ですか？大丈夫。他の方ですよ。あ、まあ、もう一セットやられたらやばい。そのタイミング来るかなと思う。もう一セットやったら多分、ウェーってなってました。その時は、ウェーってなってた。でもびっくりしたのは、それ種目がこうね、初めての動きの中で、そらそらだけでフォームがね、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。しかもこのチャンネルに行かなきゃなかった。本当にお疲れ様でした。さあ、いや、そしてね、サイナさんもね、はい、ちょっともう面白い話とか、前回面白いことしたいなと思ね、言ってましたよね。で、2020年に入って、ね、考えて考えてね、ジムの方にちょっと盛り上げたいなと。自分のジムは、うん、自分はもう、はいはい、これ自分も盛り上げたからね。ちょっとみんなで盛り上げるようなことをしたくて、はいはい、2020年で、もう前回だと思うんですけど、はい、モニターをしてね、言ってましたよね、うん、で、今回の動画はちょっとその募集をかけようかなと、はいはいはい、とにかくどういうこと？とにかく、もう本当にデブ、言いましたよ、はい、だからあのデブを救いたいみたいな、そのタイトルが最高、はい、デブを救いたい、デブを救いましょう、2020年デブを救う、自分、この自分をもう嫌だ、うん、と思う方を、はいはいはい、まあ、多分いると思いますよ。どうにかしたいけど一人じゃできないっていう人は多分このようにいると思うんですよ、はい、で、前回の時に佐山さんがじゃあこれをみんなそうなってる、その気持ちあると思うんですけど、やっぱりパーソナルってこれって考えるのは結構高いですよね。高いですよね。パーソナルで、さんまさんが無料にしましょうという時にこの機会なんだけど、考えましたね。考えてます。はいはいはい。その結果は、結果はい、0円。0円でやる。皆さん聞きましたか？0円で。0円で何人ですか？まあ一応、1人。さすがにね、こっちの気持ちが取っちゃうと、こっちもやってらんですよ、ね、そう、1人取るということで、1人結構な金額ですよ。いや、これはすごいですよ、はい、何ヶ月スパンで、3ヶ月かワンクールですよ。ワンクール周りのね、はいはいはい、バズってるパーソナルに、はいはい、もう3ヶ月コースは相当します。相当しますよ、はい、あ、それをじゃあもう1人様無料ということで、で、デブ限定で、デブ限定で、はい、男女性別なし、どちらでも大丈夫、はい、元男とかでも大丈夫、元女とかで、今男とかでも大丈夫、もう昔男だったんだけど、思いました、でも大丈夫です、はい、とにかく全人類デカ盛りのやつをデカ盛りだったら OK、そうそう、少なめにしたい。ただやっぱりこれって動画のネタにしたいわけじゃないですか、そうですよね、顔出し OK、 まず顔出し OK、 この3ヶ月のその、ビフォーアフターのプロセスの合間の合間に全部動画をもう本当にいいよ、ドキュメンタリーするような、はいはいはい、だからこっちはもうただで見てあげるから、あなたの人生を変えてあげるから、あなたの肖像権を一旦私に貸してくださいみたいな、そうそうそう、そしたら多くの人々に元気を与えて、あ、痩せてるんだと、だからあなたが救われることによって他のみんなも頑張って救われるかもしれない、そう、なるほどですね、いいじゃないですか。これもう募集いつぐらいからやるんですか？いや、もう本動画を流したいところから、ね、この日から、うん、おお、すごい、思います。じゃあもうぜひ、これは何かあるんですか？URL みたいな、一応、はい、まあ、URL は、ジムの方のジムの、はい、ホームページのホームページのなんかあるんですね。そうですね、はい、あとは、はい、まあ、パトリック・アンダーバー・ケンス、インスタグラム、はい、インスタグラム、にも、まあ、2つ送るところがあると思う、はい、そこに DM いただければ、これどうするんですか？100件ぐらい来ちゃったの、まあ、一応、募集してオーディションをします、ね、あ、オーディションがあるんですね、はい、オーディションをやっていきたい、いいんじゃないでしょうか。人生変わりますか？変わりますね。変わりますよ、ね、変わりますよね、はいはいはい、変わっていただいて、そのまあ、一応募集の、条件でしたが、まず、みんな言い訳っても言い訳かもしれないけど、その仕事があるからダイエット難しい、はいはい、っていうあるじゃないですか、まず仕事をされてる方、
ちゃんと仕事をしてて、仕事をこなしつつ、ジムにも来てくれる。そうです。はいはい。週何回ですか？週一応2回です。週2回来てくれる。はい。まあ、場合によって、その期間が3ヶ月なんで、もしかしたら、これね、暇あるかもしれないけど、もしかしたら3回になるときもあるかもしれない。ああ、逆に3回もそうです。そうです。なるほど、なるほど。はい、まあ、仕事もしつつ、最低ライン週2回来れるか。来れるか。で、なるべく15から20キロぐらい落としたいと思います、ね。5とか3キロとか持ってみる。もう3ヶ月で20キロぐらい。20キロぐらいやりたい。要はもう次の夏まで美人になりたい。美人かっこいいとこになりたいと。なりたいと、はい。はい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 。それが、条件です。条件その3としては、まあさっき言ったんですけど、なぜ、これも一番大切ですね。顔出し OK、 顔出し OK で、動画のネタにしても OK、はいはい、あとは多少ちょっとこうしつこい、まあ、要はストーカーじゃないんだけど、もう本当に何を食べてるか、はい、どういう生活を出したのか、まあ、それ大事ですよね。あの、こうしていただくと聞こえますね、はい、隠れてなんかこうポテトチップスを食べたらどうするんですか？それはいやもう全然食べてないんですよとか言いながらバッグの中にめっちゃお菓子入ってたらどうします？怒ります？これは多分ゴリラなんですね。それは本当にゴリラなんですね。ちゃんと本当に多分抜きますよ。ゴリラになりますよ。なんでちゃんと食事も守れる方。そうです。まあその辺はもちろん食事のサポート、ただのトレーニングじゃなくダイエットメニューとか全部のサポート付きで0円、はい、決まりました。はい、3ヶ月。脳がぼーっとしてますか？さっきの話自然と覚えてますよ。はい、覚えてます。はい、デブの募集で。デブ、OK。はい、ということで今回は本当に、はい、まあ、多分この、動画もこの人生をしようかなと思う方も、あのちょびちょび多分佐山さんが、はい、邪魔しに来ると思うんで。まあそれ初めて聞きましたけどね。そうですね。もしかしたら僕の動画にも出るかもしれない。そう、佐山さんの動画でも、あるかもしれない。可能性は全然ありましたね。はい、ぜひ、この動画を見たあなた、はい、ぜひすぐコメントを、要は DM 待ってます。はい、待ってます。夏までは間もなくですよ。夏はすぐですね。はい、はい、OK、はい、